はい、それでは見た作品の内容についてお話ししていきます。まずは映画の機種、こちらですね、シネマート新宿さんで上映されていて、上映最終日だったのかな、なので本当駆け込みで見ました。機種、いや、囲碁のバトル映画っていう、でしかも主演俳優さんがクォン・サンウって言って、そうですね、今はもうレジェンド的な扱いで、当時韓国ブームがすごいあった時に天国の階段とか、あと何人出てたかな、いろんなクォン・サンウさんと旬な女優さんと出てるドラマたくさんありましたよね。私の母方の祖母が、母方の祖母はイ・ビョンホンさんが好きで、で親戚にクォン・サンウさんをすごく好きな親戚の人がいて、ファンクラブとか入って熱心にファンミーティングっていうんですか、そういうのとか行ったりとかしてて、でもそのわかります、クォン・サンウさんって、こうドラマ見てるとどんどん好きになるっていう俳優さんで、天国の階段私も見ていて、いやー本当にいいドラマ、チェジューさんと一緒の作品で、本当ね、遊園地のロッテワールドかなんかのオーナーの役で、そういい思い出見返したいなと思います。愛の不時着でもね、北朝鮮の人が韓国ドラマ見てる作品が天国への階段で、そんな10年前のドラマもう誰も見てないわよみたいな、そんなセリフもあったりとかして、で、クォン・サンウさん最近見ないなと思ってたんですけど、こうやってちゃんと映画出てるんだなっていうのは私の知識不足だなって思って見ました。いやもう本当クォン・サンウさんなおいくつになられたんだろう、もう10年前のお姿と全く変わらず、まあこう熟年俳優、いや熟年でもないな、いい感じで脂乗った俳優さんになられてるなっていうのはもう抜群にあるんですけど、いまだにバキバキの肉体美すごいんですよ。でこの映画の内容なんですけど、ハードボイルド囲碁バトル映画って私思っていて、とにかく主人公がこう囲碁の達人になり、こうあらゆる敵を囲碁とアクションでぶち倒していくっていう内容なんですけど、で韓国映画もドラマもしっかりですけど、子供時代がちゃんと描かれてからの大人時代みたいなの、あるじゃないですか。でその子供時代にこう出会った人たちとか、その時にもうすごく恐ろしい経験をして、それに打ち勝っていく大人の時代みたいな、そういう構造もちゃんとあって、で私が何よりもかっこいいなと思ったのが、オープニングというかタイトルコールってあるじゃないですか。この映画でこうタイトルがバンって出る瞬間、私この瞬間いつもすごく気にしてて、でこの機種に関してはオープニング映像みたいなのがあるんですよ。例えばドラマとかアニメとかもオープニング曲エンディング曲とかってあったりするじゃないですか。でそんな感じでちゃんとオープニングがあって、で子供時代結構長くて、で子供時代がバーンって決まってからそのオープニング動画みたいなのが始まるんですけど、なんか前振り長とか思ったんですけど、このオープニング動画に行くまでの、でもなんかそのオープニング動画がなんかめちゃめちゃかっこよくて、ちゃんと子供時代を描かれてるからこそ、なんかこの人たちどうなるんだろうみたいな感じのを思いながら見れて面白かったです。でコメディー色はほっ
とんどなくて、もうずっと最初の方しんどくて、しんどいっていうか辛くて、ああもうほんと苦行に立たされてかわいそうみたいな、結構シリアスなシーンがずっと続くんですけど、大人になってやっとコメディとしての役割の人が現れて、ちょっとほっとしたりとかもするんですけど、面白かった。でそのお笑い担当みたいな感じで出てくるのがキム・ヒウォンさんっていう俳優さんなんですけど、あの人すごい面白かったです。で、あんまり内容言っちゃうとね、新たに見るときつまんないかもしれないんですけど、謎の占い師が出てくるんですよ。本当に謎の占い師、いいやつなのか悪いやつなのかも全然わからない感じの、頼っていいのか頼っちゃいけないのかわかんない、本当に心を開いちゃいけ、開いていいのか開いちゃいけないのかわかんない、そんな謎の占い師が出てきて、でもとにかくやべえやつって感じがすごいするんですけど、その謎の占い師役にイテウォンクラスで主人公のパクセロイが牢屋に、警察にご厄介になってしまうシーンがあるんですけど、そこの同じ牢屋の中にヤクザさんの人がいて、そのヤクザさんがセリフも少ないし、なんかこうバシバシこれから出てくるのかなと思いきや、そこまで出てこないっていう感じの役でいるんですけど、最初ちょっと出ただけでもそのヤクザさんがなんかすっごい印象に残るお芝居っていうか、なんか、まあ、演出もそういう風に映してるのだと思うんですけど、なんかとにかくなんか引っかかるというか、一度見たら忘れないっていう感じ、この人また出てきてほしいなっていう感じの人で、でその人がウォン・ヒョンジョンさんっていう人なんですけど、その人が謎の占い師役で出てて、いやもう本当にいいお芝居されてました、マジで超かっこよかった。あの占い師役はこの人以外はできないだろうなっていうぐらい本当に決まってましたね。おお面白かった。本当クォン・サンウさんしかり、その謎の占い師しかり、その賭博役囲碁みたいな競技があること自体私知らなかったんですけど、その囲碁で戦って、囲碁で勝ったら相手のお金を踏んだくるみたいな、賭け麻雀みたいな感じだと思うんですけど、それの囲碁バージョンとか、なんかより高尚なものだなみたいな感じがすごいするんですけど、もう本当に面白かったのが、まずクォン・サンウさんが囲碁の、まあ、訓練というか特訓を、自主トレみたいなのをしてるシーンが中盤であるんですけど、それが逆さずりになって、上半身裸で逆さずりになりながら、こう壁に、壁というか床が碁盤になってて、でこうフッこう逆さずりですよ、逆さずりで腹筋してこう碁を置いていくっていう、何その鍛え方実際そんな人いるのっていうぐらいめっちゃ面白かったです。で、まあもう本当、なんだろう、こう囲碁のルール全く分からない、私全然知らなくて、知らないからこそ楽しめるか不安だったんですけど、そういう部分ではめちゃめちゃ面白かったし、あと囲碁のルールをもし知っていたらより楽しめるんだろうなっていうのがすごい思いました。なんか同級生にお父さんが囲碁教室してるっていう女友達がいるんで、その子に久しぶりに連絡しようかなって思ったんですけど、純粋に囲碁をやられてる人にとったらこの映画はどうなんだろうってちょっと思いました。なんかとんでもな囲碁バトルがすごい繰り広げられるので、なんかバキ私読んだことないんですけど、本当そんな世界でした。バキというか、まあ、こうゲームバトル
ゲームしてて、こう1面の敵を囲碁で倒し、2面の敵を囲碁と腕で倒し、3面の敵を囲碁ともうほんと腕で倒しみたいな。でその出てくる敵もなんかすごいこうやばいやついっぱいいるんですよ。こう殺人碁盤を作っちゃうやつとかで、あと列車の線路の上で囲碁をやって、もう列車来てるんですよ。でギリギリまで戦い続けて、そのチキンレースみたいなそんなのあるみたいな、面白い。で私改めて思ったのが、そうやって、まあ、子供時代にすごい可愛い悲しい体験をするんですね、その主人公の子は。でも囲碁の才能はないってすごいこうボスからボスキャラから言われるんですけど、ラスボスキャラから言われるんですけど、でもうその時に出会ってるのよ、ラスボスとは。でもなんとか頑張って囲碁をやるので、その時にやっぱちょっと才覚はあるから、その才覚を見出されて、こうマスターみたいなの言うじゃん、マスターヨーダーみたいな、そういう人に育てられるのよ、修行で。その修行シーン私結構好きなんだなって思って、そのベストキットでしたっけ、ベストキットとか、あとスターウォーズも、あのスカイウォーカーが、あのルークスカイウォーカーがヨーダに修行を受けたりとかするじゃないですか。であとワンダーウーマンだと、あのプリンセスダイアナがね、あの特訓受けたりとか、そういうなんか修行シーン好きなんですよね。で最初もともと素質はあるのに、あのどん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 無理難題な修行をこうぶつけられて、で一度は挫折しそうになるけれども、こう何クソと頑張って、どんどんメキメキとその才能を開花させていく姿って見てて、なんかすごい面白くないですか。あれいいなって、そういうシーン好きなんだなってこう発見しました、この機種で。このとんでもないとんでも映画ってこうよく言うじゃないですか、とんでも映画なのに、この見た後に、この映画を見た後に適度な疲労感を感じるんですよ。なんか自分がすごいいい運動したなみたいなそういう、あのそういう面でもめちゃめちゃ楽しめるので。でしかももともとこの機種は神の一手っていう、これも囲碁映画があって、それのスピンオフで作られてる作品らしくて、なので神の一手を私全然知らないでこの機種見ちゃってるんであれなんですけど、この神の一手も見たいなと思いました。そしてちょっとね、この映画についてすごいいっぱい話しちゃうのあれなんですけど、なんかまた映画とは全然別のことで、この機種すごく面白かったんでツイッターに感想書いたんですよ。でそしたら普段あの映画を見た感想でいいねを押してくださる方々ではない方々の反応がすごく結構あって、でそれがクォン・サンウさんのファンの方がいいねをしてくれてるんですよ。でこうクォン・サンウさんのファンの方、女性ファンが圧倒的に多いと思うんですけど、その女性ファンの方がクォン、私のファン、私のファン、違う、私のファンじゃない、私が推してるクォン・サンウさんの映画を見てくれてありがとうみたいな、そういう気持ちでいいねをしてくれてるのかなと思って、で、まあ、さらにはこうリプでありがとうございますみたいなのも一個あったんですよね。なのでこうファンってすごいなと思って、で前にジョニー・デップさん の, そのこのグッバイ・リチャード公開前に、公開したら見たいなみたいな感じのツイートをしたんですよ。でそしたらジョニー・デップさんのファンの人たちがいいねをすごくたくさん押してくれてて、だからジョニー・デップファンの方々が一緒にそのジョニー・デップの新しい新作の映画を一緒に盛り上げようみたいな、そういう、でクォン・サンウさんのこの主演の映画を一緒に盛り上げようみたいな、なんかそのファンの存在って本当にありがたいなって思いました。
ちょっとこの話をしたかった、ね、本当に皆さんいつもありがとうございます。このオンラインサロンも見ていただいて感謝です。はい。